今日は占星術の中でも私たちが抱える感情や人間関係に深い影響をもたらす金星に焦点を当てていきます。金星があなたのホロスコープに強い影響を与えている場合、どのような変化が生じやすいのでしょうか。金星は私たちの人間関係や美的感覚に深い影響を与えてくれる魅力的なエネルギーを持っています。この美と調和の象徴には、私たちの心に触れて新しい可能性を芽生えさせる力があるんです。ホロスコープ上で金星が強いアスペクトで主張をしている場合は、まずはその優しい波が心の中に広がっていくのを感じてみてください。愛情と美があなたの人間関係に注がれて、新しいつながりが生まれたり、既存の関係が深まる瞬間が訪れる可能性が高まります。また、金星は芸術や美的なセンスも担当しますので、新しい趣味や芸術的な表現に取り組むことで、自分の内なる美と感性が開花します。これがあなたが持つ素晴らしい才能や表現力を見つける手助けとなってきます。そしてもう一つ注目すべきなのは、金星が自己価値観の向上に関係している点です。自分を深く知り、愛する心を大切にすることで、あなたの自己価値観が向上していきます。金星のエネルギーがあなたに自信を与え、他者との関わりにおいてもポジティブな変化をもたらします。自分を愛して他者を尊重することで、より深い人間関係が築かれていきます。金星の影響を最大限に引き出すには、自分の本当の欲望や感情に正直に向き合うことが大切です。心の奥底に秘めた願望や価値観に耳を傾けて、率直に表現することで、美しく充実した人生が広がります。感謝の気持ちを持って、愛と美のエネルギーを感じ、周囲とのつながりや調和をより豊かにしていけば、魅力的な変化があなたを待っています。